続きまして、青森県武術太極拳連盟の皆様です。日本で太極拳が広く行われるようになって、およそ50年が経ちます。太極拳は武術の中の一種目でありますが、日本では太極拳の愛好者人口が圧倒的に多いことから、太極拳と各種の中国武術、中国拳法を総称して、武術太極拳の名称で普及を進めています。中国武術の起源は数千年前に遡りますが、14世紀から20世紀初めにかけて特に目覚ましく発達してきました。格闘技としての武術は社会情勢の変化につれて次第に健身、体育種目として心身の鍛錬と修養を目的とするようになりました。年少者から老人まで、初学者から達人まで、体力と興味に応じて行える国民スポーツとして発展しています。それでは、青森県武術太極拳連盟の皆様、お願いいたします。